はい、レオンチドルです。今年の新たな仮面ライダーの仮面ライダーギーツも間もなく年内の放送が終わるということで、初期パワーアップのコマンドフォームもありましたし、メインライダーも大体固まってきて、それぞれに対応するバックルも発売されましたので、じゃあデザイアドライバーまず買うとして、次どのバックルを買えばいいのっていう問題があると思いますから、今回は一通り遊んで購入の検討になればなと思いますので、どうぞ。まずはマグナムレイズバックルとブーストレイズバックル、これはデザイアドライバーを買えばついてきますから、まずはそもそも変身ベルトを買わないとこの話が始まりませんので、自動的にもうゲットするやつって感じですね。でマグナムに関しては、ここのシリンダーがくるくると回るのと、トリガーが押すことができて、シリンダーとトリガーに合わせてここのスイッチが押されるような仕様で、本体から音は鳴りませんね。そしてブーストはここのグリップが可動式になってて、ここを回すことで前面のメッキパーツが展開っていう、このようなダイナミック変形をしてくれますし、デカバックルを組み合わせると本体側からなる変身音が変化するっていう超重要なバックルになりますので、組み合わせて遊ぶときにはめちゃくちゃ使うのと、意外とこの展開アクションが楽しい。そしてこのバックルをゲットすると、というかベルトを買えばデザイアドライバー本体とコア ID がついてきますので、これを差し込むことで、エントリーレイズフォームに変身完了と。そしてマグナムフォーム変身、手順としてはワンクリックからのワンアクションね。はい、これでマグナムフォーム変身完了で、さらにアクションすれば必殺。で、リボルブオンは、こんな感じでグリップが長いんでしやすいし、さすが1号ライダー変身ベルト。そしてデカバックルのブーストをブーストフォーム。でブーストは必殺が2種類あって、グリップの1回転と2回転で2音目。っていう風に必殺音も2種類になるし、マグナムとブーストを組み合わせれば変身音が変化と。はい、全然違う変身音に変わりましたね。そしてやっぱブーストマグナムの LED 発光の仕方が一番かっこいい。で、デュアル必殺とかが、こんな感じで撃てるし、チャージ必殺も OK。なので、まずギーツ玩具何買おうって思ってる人は何はなくとも、デラックスデザイアドライバーを買ってください。しかも今買えば基本的に2号ライダーのタイクーンのコア ID もらえますからね。
じゃあ次はデラックスゾンビレイズバックルで、これはバックルを買うとコア ID とホルダーがついてくるセットで、ホルダーも今作はめちゃくちゃ活用しますので、デザイアドライバーを買ったら次に買うべきアイテムかなと個人的に思っております。そしてこれがバッファーのコア ID で、ゾンビレイズバックルは本体から音は鳴りませんが、ここの鍵部分を倒すことでゾンビの手が出てくると、ダイナミックに。僕はプチ改造で中のリングを1個外してて、このように劇中のアクションができるようにしてありますが、バネで元に戻るようになってますので、こうして離すと元に戻りますね。なので音は鳴んなくてもかなりダイナミック変形で楽しめます。ではバッファゾンビフォーム、ドロドロ音いいっすよね、ゾンビっぽい。いや、これが結構メインのサブライダーが使う変身ベルトになるとは。で、ブーストと組み合わせれば変身音が変わります。はい、結構変更されますが、やっぱ発光がマグナムブーストがいかに派手だったかがわかりますよね。必殺もデュアル音声に変わると。そして真の主人公というか2号ライダーのケイワが使う忍者レイズバックル、これはなぜかこっちを買ってもコア ID がつきませんのでお気をつけください。これは今コマンドツインバックルを買うかデザイアドライバーを買わないと手に入んないやつね。ただ配布数はめちゃくちゃ多いです。なので買っても忍者レイズバックル本体しかついてこないんだけど、忍者のモチーフ通りクナイっぽいグリップ周りだったりとか手裏剣とか歯車、この辺も忍者フォームの胸パーツから衣装を持ってきてますね。で、引っ張って離すとくるーっと回転して、途中でカチッとボタンが押されて、はい、今押されましたね。こんな風に稼働します。これは本編だとグッと引っ張って押し込んだりもしてますので、どっちでアクションしてもいいし、こんな感じで高速回転する割には恐ろしく当たっても痛くないっていう謎のおもちゃ仕様。これ不思議だよな、本当に痛くないんですよ。では忍者フォームに変身。さらに必殺。なので最近はバックルから音が出がちだけど、そもそも音が鳴るバックルはまあまあ珍しいんですよね。ブーストと組み合わせ。はい、和風サウンド強めになりますね。この見た目結構好きなんだよな。続いてビートレイズバックル、これは買うとナーゴのコア ID がついてきますし、いよいよバックル本体から音が鳴る系のやつね。再参戦したナーゴが使うやつで、ここが全部ボタンになってて、どこを押しても3種類の音が順番に流れるんだけど、さらにスクラッチディスクもあって、そうするとチャカチューンっていうスクラッチ音とともに音が止まりますね。
ちなみにこれ電源オンオフはありませんので、適当にその辺に置いておくと何かの拍子に音が鳴ったりとかしますね。ではビートフォームに変身、待機音を鳴らしてから、スクラッチ、いやアクションが全然変わるね。あとはボタンを押せばバフ BGM 的なことができますし、スクラッチで必殺、何気に必殺音もかっこいいですよね。なので耐久音代わりに使えると。ブーストと組み合わせ、急にフロアパリピウェイみたいな音に変わるんだよな。次はモンスターレイズバックルで、これはカウとパンクジャックのコア ID がついてくるし、本体から音は鳴りませんが、帽子がボタンになってて押すと目が見開くと。本編ではラスボス戦の攻略バックルとして結構重要な役目を担ってましたね。なのでこう押すと目を見開いてるし、離すと目をつむってると。この見た目がちゃんと耐久音にも反映されてて、モンスターフォーム、はい、寝息を立てて耐久音が鳴ると。で変身、レディーファイニャーみたいなハイテンションな動物音声もいいですよね。で必殺、ここでもちゃんとまた耐久音が発動して、ボタンの押し心地もあってこれ結構好きだな。ブーストと組み合わせ、カカーン、変身音だいぶ変わるね。って感じでここまでが各キャラクターのメインのデカバックルで、これが各登場ライダー全員が使うフィーバースロットレイズバックル。一応パワーアップアイテム扱いで、上半身側のみセットするバックルで、リボルブオンしてこっち側のセットは基本やらないんですよね。なんでかっていうと、この部分がスロットレバーになってて、ここを倒すと、レバーがこのように、倒れて連動してスロット部分の文字が変わると。なので反対だとレバーがめちゃくちゃやりづらいんですよね。あと単体でサウンドは鳴るんだけど、この状態だとフィーバースロットって言って終わり。で、フィーバーはランダムなんで、自分の思い通りのところになかなか行かないんだけど、不正つまみがありますので、ここの救済措置を使って自分の思い通りのバックル召喚をすることができます。では変身、セットしたらレバーを倒して、
って感じで、これでモンスターレイズバックルを武装した扱いと。ただサウンドはあくまでフィーバーのカジノ的な音が鳴りますので、個別のしっかりした音声を聞くためにはそれぞれのバックルを買う必要がありますね。でここを回転させると、必殺が鳴りますし、セットし直してレバー倒して自分の好きなものをセレクトすることもできます。しかもリセマラも OK。なのでおもちゃ的に救済措置がちゃんとあるのはいいですね。音声もじゃんじゃん変わるしね。この大気音好き。で本編では上半身下半身マグナムでマグナムマグナム的なフィーバーマグナムに変身しておりましたが、おもちゃで遊ぶときはもう変身済みの状態か、一度こっちをトリガーを押してからマグナムって鳴って変身させると。なのでちょっとこれまでみたいに刺して刺してこっちでレバー倒して変身とかそういうアクションじゃないんですよね。そこだけが注意が必要です。って感じで必殺音も被るしね。ただ音声はこの単体で相当楽しめるのは確か。ここまでが一般的なデカバックルで、さらに最近発売したコマンドツインバックル。これはレイジングソードという新たな追加強化武器が付属してて、これ単体でいろいろ遊ぶことができるんだけど、付属のバックルを使うことでジェットとキャノンね、あとレイジングフォームっていうエントリーのパワーアップ版みたいなやつに変身も可能で、これはどっちでも OK ですね。一応劇中準拠はこっちで、ここがボタンになってますのでこれで変身。これでレイジングフォーム。レイジング必殺もいけるし、キャノン側をセットすることで、フルチャージからのチャージ完了で変身。はい、これでパワーアップ変身で、ここがほんとフラットになってるんで別ベルトかよっていうぐらい全然見た目変わりますよね。でこれでキャノンモードさらにひっくり返すと、こっち側にオレンジが来るとジェットモードで、ジェットモード変身も楽しむことはできますが、変身音は一緒。
ジェット&キャノンって言っちゃってますからね。って感じで違うアクションで必殺音を2種楽しむことができます。まあ、これは武器買わないとついてこないバックルなんで、価格も高いんだけど、新たな変身ベルトとして遊べる感じがいいですよね。まずは何はなくともマグナムとブーストがついてくるデザイアドライバーは今買うべきだし、ただデザイアドライバーってゾンビレイズバックルセット版と単体版があって、セット版買ったところで特に何か特別なものが付属するとかありませんから、別でゾンビホルダーセットは単体発売してますので、なのでまず買うべきはデザイアドライバーなんだけど、それ以外は皆さんどうでしょうか。僕としてはね、結構ビートレイズバックルおすすめするかな。あとフィーバーとか、やっぱ単体で音が鳴るやつはかなり楽しい。その次にアクションの派手さがあるモンスターとかかな。なのでこの動画を踏まえてデザイアドライバーの次何買おうっていう方は参考にしてみてください。この後クリスマスとかね、お正月とかありますからね。以上レオンチャンネルでした。